おはようございます。ダイスチャンネルダイスです。今回は妖怪ウォッチプニプニ US 版やっていきましょう。日本でもイベントを開催されてるんですが、 US 版妖怪ウォッチプニプニでも現在イベントをやってます。イベントのマークのところにいるジバニャン、めちゃくちゃ可愛いですよね。これ先ほどお知らせを見たところ、リバティニャンっていうそうです。私初めて見ました。まずは詳しい内容、イベントの内容をチェックする前に行っちゃいましょう。ここのイベントステージ、日本の妖怪ウォッチプニプニでも見たことあるステージですよね。 US 版妖怪ウォッチプニプニは始めたばかりなんですが、あやかし通り US のイベントでもあるんですね。最近だと梅雨イベントで梅雨のあやかし通り、日本の妖怪ウォッチプニプニでもやってましたね。現在 US 版の妖怪ウォッチプニプニだとリバティマンイベント、ニューイベントマップがイベントステージで遊べるよっていうことでお知らせにありました。リバティニャン、初めて見るリバティニャンは見た目は自由の女神みたいな感じですよね。なんとランク SS とランク S いるようです。ランク SS の方が口も開いてるし、頭に乗ってる髪飾り、王冠みたいなのもゴールド。リバティニャン S だとここがシルバーになってるのが分かります。イベントは6月26日から7月の9までになってますね。他にもイベントでゲットできるアイテムが載ってました。ここコインもあるんですよね。あとはリバティニャン S もイベントのポイントでゲットができるみたいです。あとはリバティニャン S、 マップにも出てくるようで、ダメージアップにはこれ大山砂子ですよね。名前が日本と違うのが分かります。ダメージダウンにはビッグボーナスにズキュンタ、スモールボーナスにリバティニャンの A ランク、この3体がリバティニャンには有効みたいです。リバティニャン S 戦ってみたいですが、今手持ちでいる妖怪プニでいけるかわかりません。まだ育ててるんですよね。大山砂は合成でゲットできますよっていう内容の情報も載ってました。イベントにイベントガシャもあるみたいなので、今回は最後イベントガシャも引いていきたいと思います。できればね、大山砂もゲットしたいです。イベントでコインゲットできるこのラッキーコイン、中身はパス、リバティニャン SS はパスからゲットできるみたいです。リバティニャンイベントにあるこのコイン、見た目は花火みたいな感じのこのコインはラッキーコインっていう名前みたいですね。ランク S には光オロチ、赤鬼、百鬼姫がいますね。ランク A にはズキュンタがいたり、ランク A から出てくるのは5体ですね。でランク B にはサンドマンじゃないんだ説明文は英語なんですが、砂男と砂スーツがラッキーコインからゲットできるものになってるのが分かりました。あとは新しくイベントでガシャもあって、今回回していくガシャ、中身先に見ていこうと思います。ラッキーって書いてあるこのラッキーイベントガシャっていう名前になるのかなと思うんですが、見た目おみこしみたいですよね。お祭りなイメージです。ガシャの中身はリバティニャン SS パス、ここからも出るんですね。あとはランク SS に覚醒ほのぼうのがいます。もう1体は覚醒引きこうもりですね。この2体が SS でイベントガシャから出てくる2体になります。あとはランク S、光オロチ、椿姫もいるし、赤鬼、黒鬼、百鬼姫もいますね。アツガルル、あとは影オロチもいるあと一番下3体は買い負け妖怪ということは、今回のイベントガチャには光オロチと影オロチ2体ともゲットできるみたいになってます。ランク A はこんな感じで、ランク B にもいろんな妖怪が出てくるのが分かりますね。キズナース、ロボノコ、ロボノコ名前が一緒だ、ローマ字表記そのままなんですね。あとは砂スーツもここでもゲットできるアイテムになっているみたいです。イベントステージに少し遊びに行って Y マネーもう少し貯めてからガシャ回していこうと思います。ステージ1、あ、これは名前は英語表記ですけど、グレルリンですね。英語も不得意だからそれでは遊んでみたいと思います。今使ってる妖怪譜にはこの5体なんですが、育てている最中です。ポイントの玉は日本の妖怪ウォッチ筋肉にでもイベントで出てくる P ポイント玉ですね。でこれをまた集めてポイント交換をしていくっていう形になるんだと思います。よしよし、はーい、現在だとみんなですね、実はレベル10前後なんですよね。育てている最中にはなるので、どこまでいけるかわからないんですが、ボスのところまでは行ってみたいかな。今回でいけるようにやってみたいと思います。頑張れ、もうちょいもうちょいもうちょい、こうためて、はい、オッケー、フィーバータイムきたー。はい、ダメージアップつけてから百裂肉球でトゲン使う、オッケー。したらもう一個消していってキュン太郎使おうかな落ちるかなグレルリン。なんでもうちょっと、もう一回できる、あ、できなかった時には大きいままだ。お願い、起きたー、グレルリン。これでゲットできました。星も3つ獲得。はい、OK、ポイントも20ゲットしました。ランク E グレルリン、図鑑トーク。ステージ10のボスまで来ました。ネクストがあるので、あやかし通り続いてるんですけど、ここのボス見ていきます。あ、リバティニャン来た。 SSS はいますが、このリバティニャンは普通の A ランクリバティニャンですね。好きな食べ物はなしということは、イベントガシャのみでゲットになりそうです。もしくはラッキーコインからのゲット、あとはポイント交換でもあるみたいでした。後でそちらも見ていこうと思います。星だ、かわいい。星は15サイズプニかなをつなげる感じなのも入ってますね。できれば星3つなんですけど、倒せるかどうかレベル10だとわかんないですよね一回やってみたいと思います。先ほどと同じメンバー、どれくらい攻撃力が高い 282? 一発で入っちゃうんだ。うわー、これは今のメンバーだとすぐ倒れちゃいますねあらもうちょっと育てて、もう一回来ようと思います。じゃあやっちゃいましたあー、残念。160ポイントまでは今回でたまりましたよ。それでは次ガシャ引いていきたいと思います。はい、ラッキーイベントガシャ、やはりここで欲しいのはランク SS かランク S ですね。まだ US 妖怪ウォッチプニプニ持ってないので、今回のイベントでS ランク、SS ランクゲットできるのが一番嬉しいですね。1回4000ワイまでなので、今回は5回引いていきたいと思います。金出ないかな、お願いします。一発目、赤。お、長バナナゲットです。名前がバナノーズ。長バナナだからバナナの花っていう意味の英語になるのかな。ランク A ゲットです。ラッキーチャージがありますね。ってことはこのシステムだとドリームルーレットガシャのシステムと一緒なんだと思います。たまった時が楽しみですよね。2回目赤だー。イエスからのおーランク A バタフリー。名前はバタフリーに英語表記だとなってるんですね。最高潮バタフリーだとは知らなかったです。ゲットしました。種族ポカポカで最高フィーバーが必殺技ですよね。でも3回目いってみます。金コインお願いします。赤1パワーロボの子さっき見てた中で同じ名前です。ロボの子ゲットしました。初ゲット。図鑑に登録します。ラッキーチャージもあって残り2回お願い。金これ力を感じますよっていうやつだと思いますっていう話をしてたら最高潮でした。はい、さっきも出たので最高フィーバーのレベルが上がります。ラストお願いします。変わって金あれ青だった。ロボの子かぶっちゃいました。はい、必殺技が上がってラッキーチャージは半分まで来ました。残り半分やったら多分出やすくなるんじゃないかなと思うのでまたワイマネー貯めていきたいと思います。はい、でまた1000もらって新しくミッションも追加になってます。やさっけーかき氷ゲット。はい、今回ゲットしたのはデータにすると入手順になりそうな予感。よし、見てみますですね。はい、ロボの子最高潮長バナナゲットしました。声がやっぱり全然違う。面白い必殺技レベルは1なので見れないんですけど US 版の妖怪ウォッチプニプニと日本の妖怪ウォッチプニプニ妖怪のこう音声も違うのがめちゃくちゃ楽しいです。これは音が結構違いますね。日本の妖怪ウォッチプニプニで最高潮だと押すと「超」って言っているはずなのでこの辺りも違うのが分かります。最高フィーバーはレベル2になりました。あとはロボの子ここ変えたりとかしてまた育てていこうかなと思います。他にロボの子もできれば育てたいんですがランク A をゲットしてる子を先に育てたいなと思います。はい、ボスリバティニャン勝てるかどうかまた少しずつランクも上げながら Y マネも貯めつつ楽しくやっていこうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。今日も一日元気に過ごしましょう。まだの方はチャンネルのご登録、高評価、コメントお待ちしてます。それではまた See you!